開いてるし。あのさ、暗くする必要ある？あのさ、結構暗くするのさ、待ってる時間めっちゃ怖いのよ。真っ暗で怖いと、なんか害があるの？いや、怖いなって心がおかしくなっちゃう。俺らも怖いよ。まあいいよ、はい、まあまあいいよ。お腹空きましたね、はい、いや、さすがに空いたね。もう9時過ぎたよ。9時半、9時半だよ。一応この部屋で何かやれることがもう、でももうないんだよ、やれることが。うーん、そうかな。なんかある。腹は減ったけど。腹減ったでしょ。うん、音が怖い、音が怖い。すっごい、どういうこと。うーん、焼きそばがいっぱいある。なんでこんなの、何すんの。まあ、聞き焼きそば。うん、まあ、聞き焼きそば別にいいけどね。だって普通にうまいし。いや、あれっすよ、きのきのきの焼きそばっすよ。きって何？お湯なし。どういうこと？前、味は公演次回で坂山さんが言ってたじゃないですか、うん、あとカップラーメンな、キツネ、赤いキツネもお湯を入れる前の麺が一番好きで、バリバリ食いますもん。やっぱバゴンのね、お湯入れる前が一番うめえ。バゴン。何バゴン？焼きそばバゴン。お湯入れないで食いますって。ああ、このまま、うん、お菓子、なんていうの、ベビースター感覚で、ね。そうそうそう。うん、なんでそれで味当ててもらいたいなと思って。もう腹減ったとかも関係ない。電気暗くするのも何も関係ないね。いやでもお腹空いてる時は。まあお腹は確かに空いてるから。一番味わかる。確かに。研ぎ澄まされてはいるかもしれない。だから分かんじゃないかなと思って。今なら。なるほどね。でもね、ちょっと初めてなのよ、俺、これとこの2つ、ロカボ、僕も初めて見ました。あと、麺屋武蔵の、もう普通に食いたいわ、絶対美味しいのに。やっていい？やりましょう。いい？ああ、やろう。じゃあやるね。うん。いいね。はい。開封の儀。何それ。じゃあまず、何、このクイズをするわけね、結局どれかってこと。じゃあまずは1個食わないといけないね、うん。じゃあ1個1個開けていきます。ペヤングの焼きそば開けます。じゃあ俺が手元を作る。まあ、手元になってもいいけど。あー、まあいいね、暴力性がある。ペヤング、え、これもうこれ火薬とかソースを使わないってことでしょ、これ。まあ使わない。すごいね。後でちゃんと食おう、しっかりね。そんなにいっぱいやらないから。よいしょ。手こずってる。あとで食べること考えたら、これちゃんと守ってあげた方がいいですよ。確かに。ああ。あつれ、ケロさんだけど。何この地味な動画。ペヤングの、いただきます。うん、うまそう。いや、うまい。うまいね。あ、うまいんだ。あれみたい、なんだっけ、あの片焼きそばっていうのは違うわ。あー、あんかけ、あんかけのさ、あの、はいはい、うんうん、あ、うまいね。シンプルに揚げ玉が好きな人が好き。うんうん、じゃ覚えないといけないんだね、俺ね。うん、うん、味をちょっとおかしみがあるね。うーん、味が若干するかも、これ。味が若干優しい味、うん、素材、素朴な味がする。まあ、やっぱ火薬とかソースをインして完成する味ってことかね。うん、うん、そう、でもこれ単体でも、うんうん、ちょっと覚えるね、うん、ペヤングですね、はい。次、ちょっと待って、怖いから先、定番からいくわ。 UFO、 これ麺の細さとかも覚えてもダメか。いや、変わる。いい、ちょっと麺の細さも覚えてくれ。いいんだよ。 UFO、 UFO は最近のやつだったらソースが染み込んでるやつなんで。あ、全然違うわ、麺の感じ。太い。 UFO は麺が太いです。ほら、うわ、
え、なんかいい匂いする。なんで袋開いてないのに。やっぱあらかじめ味がついてるから。ちょっとこれもかじります。うん、むずっ。ちょっと UFO は硬いです。すげえ動画。まあ取れる、すごい動画だね。まあ量取ったんだ。うわ、面白い。味全然違う。へえ、濃い。意外。味がする。もうこれ味する。あ、やっぱそうなんだ。え、そう、面白。え、もうソースっぽい味がする。うまい。さっきから言ってるからなんですよ。言わないで、余計なこと。ソースついてますよって感じ。え、おいしい、これ。え、もうベビースターの新商品、これ出せる。あ、マジで。うん、そんなレベル。うまっ。おいしい。うんうん、もう全然違う。これちょっと覚えておくね。じゃあ初めて見るローカーボ。あ、糖質が低いんだ。あ、じゃあ、うん、35.2g って多分ちょっとその健康とかを意識してる。野菜たっぷりソース焼きそばだから、だからソース使わないと意味がないのよ。火薬も多いのかな。火薬多いのかな。ああ、でもね、だいたい焼きそばってキャベツじゃない？うん、ちょっと人参とかがチラ見えしてる。本当、うん、チラ見えしてます。麺の感じはペヤングと似てる。ああ、確かに。え、柔らかい、ね、盛りやすい。すいません、本当お行儀悪くてごめんなさい。いただきます。全然違う。やっぱ、なんか湿気てるっていうかパリパリ感がね。あ、へぇ、しっとりしてる。はぁ、うん、ほら、しっとりしてる。なんだこれ、全然違う味が。これ待って、簡単かもしんない。当てられるんじゃない。当てられるかも。いいチョイスだね、これ。あ、うん、全然違う味が。じゃあラスト、これも初めて見た、うん、麺屋武蔵の蒲焼きそば。それが一番味濃そうね。でもこれも結局だからソースじゃないです。全然ソースなんだ。全部ソースなんだよ。ベビースター感覚で食べるものじゃないからね。麺が違うね、またこちら。ちょっと違うよ、ほら、ちょっと違うわ。ちょっと太い。うん、ニューホーよりもちょっとさらに太いかも。一番太い、でかい、硬い。こうやって食べるもんじゃないからね。うん、かっ、あいただきます。うわ、似てる。ペヤングとちょっと似てる味は。シンプル。あ、待って、違うかも。あ、違う。UFO っぽい味と、あ、味濃い。なんか鶏ガラみたいなの聞いてるの。鶏ガラ？なんかソースの味ではない。あ、じゃあまあでも分かりそうだね。素朴と見せかけてちゃんと味がついてる。奥行きがある。うまい。はい、ということでなんとなくちょっといけそう。ペヤングはほんと細麺かつ味が素朴。UFO はもうすでにちょっとソースっぽい味がついてて、麺も太い、美味しい。で、これロカボはちょっとしっとりめ、サクサク感がない。で、この釜焼きはちょっと難しいかも。ちょっと UFO と似てるし、最初のスタートはペヤングに似てる。でも麺は一番太い。よし、まあ、でも分かりそう。これ麺の太さで分かっちゃうから、ちょっと見ないでおこうか。うん、ちょっと枕の部屋か。本当に食べました、食べましたみたいな。そうしようか。じゃあこちらこのまま持っていきます。はい、お願いします。これ、あ、怖っ。いい、はい、怖っ、怖い怖い怖い。うーわ、これかな、ここかな。うん、
うん、これさ、みんな分かってる？俺も真っ赤分かんないけど。どういう動画？いただきます。食べ終わったら教えてください。 ASMR うん、うん、うわ、むずい、待って。あ、はい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 、わかりました。じゃあ下げるよ。一回電気つける。つける。はい。え、怖っ。あー、まじ。え、感想だけ言ってて、ちょっと予想。味は、うん、素朴な味でもなければ、最初食べた時に結構パリッとしたんだけど、うん、後味がね、野菜の感じがするんだよ。どれ、ワンチャンロカボかなって感じかな。今んと予想1はロカボです。これ、ここ変わるかもしれないけど。じゃあ、すいません、2品目お願いします。2品目いくよ。はい、はい、お皿あるね。はい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 、はい、いただきます。お、サックサク。うわー、むずい。あ、はいはい、電気 OK ですよ。ありがとうございます。はい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 、なん、これはね、もう UFO か、あの、メインヤムザシのどっちか。だから多分、一応まあどっちかにしとくわ。多分これもう一個食べればわかるはず。多分ね、メインヤムザシの方かな。蒲焼きの方にな感じはする。はい。三品目。はいはいはい、いただきます。んー、これさっき食べたのと似てんな。これロカボ味がするぞ。とりあえず下げます。はい、どうぞ。電気多いです。ペヤングではないよな。 UFO か。でもこの味さっき食べた気するんだよ。待って、分かんなくなってきたぞ。ロカボじゃないなら UFO なのかな。分からん。はい、4種類もお願いします。はい、来ました。いただきます。あ、サクサク。うわ、全然違う。味がすごい。これは OK です。もう分かった。これはもう絶対 UFO。 つけます。はい。あ、違うかな。あれ、蒲焼きの方かな。え、待って、めっちゃ似てる。2個目が UFO かな。この味の濃さ、いや、これ UFO だな。この味の濃さは、うん、 UFO。 4個出た。4個出た。出た。はい。ペヤングは1が、うん、ロカボ。はい。うん、2が、はい、蒲焼きのメンヤ。メンヤ。うん、はい。3、じゃあ3がペヤング。3がペヤング。で、4が UFO。ペヤング、4が UFO。うん。でも、この中で一番、じゃあちょっと電気つけます。悩んだようなところは、いや、なんか3個目、うん、なんかロカボ感があったんだよな。だからもしかしたら1個目がロカボじゃなかったのかな。1個目がペヤングかな。1個目ペヤングにするわ。じゃあペヤング、
メイン屋の武蔵、ロカボ UFO。 ロカボ UFO、 はい、で、いきます。はい、さあ答えを発表します。どこで俺横向き、横向きだね。はい、1個目ロカボ。おお、あれ外したのか。うん、いや合ってたんだ。じゃあ1個目ロカボで、2個目メイヤムサシ。おお、これはもうね、味がね、そうだったわ。3個目ロカボ。ロカボじゃねえかよ俺、いや、すごくない。いや、ロカボなのよ、味がもう。ロカボはロカボの味がするの。あの UFO でもペヤングでもない、もうロカボの味がする。野菜の甘みとあのしっとり具合がもうロカボなのよ。はい、4個目が UFO です。 OK、 素晴らしい、すごいね、本当。じゃあ合ってたんだ。しっかり合ってた、全当て、多分。すごくない。これでもね、やってみたら分かる。これ違うの、ね、それぞれ違いすぎた。本当に違うよね、分かるでしょ、みんな、うん、いやそれ俺は分かる。これちょっと皆さん、ぜひまあ、おうち時間もまだまだ続くと思うので、これぜひやってみてください。焼きそばをそのまま食べ、最初ちょっとかじ、うるさいな、俺の今指名のずっと食ってるな。はい、ということで、みんなもね、ぜひ友達と焼きそばってゲーム楽しんでみてください。バイバーイ。この動画が良かったと思う方はいいねボタン、チャンネル回、よろしくね。バイバーイ。